これをね、ちょっとね、やりたいなと思う。死体投げ込み口。なんかね、外に置いておくより、中の方が、死体が腐敗しづらい、しにくいっていうのをちょっと聞いたのよ。ちょっと本当か嘘かわかんない、そこは。なんでちょっとね、これ作っ、これね、もしかしたら作ったら中に入れ込んでくれるんじゃないかなと、ロバが。それを信じてちょっと作ってみました。正直定かではないです。ここら辺作りたいな。パレット。え、パレットを作っちゃう？パレットってなんだ？これは解剖テーブルね。解剖テーブル、復活テーブル、保存テーブル。え、どれだろう？準備台かな、あれが。パレットってなんだろうね。パレット作りたい。パレット作ってみよう。一回ね。一旦。こことかでいいかな。なんだろうね、パレットって。ん？ふん？置いておく場所？ただ。いらなくない？なんだったんだ、パレット。ちょっとこっちで調べてみるか。冷蔵パレット。こっちが欲しいんだな、本当は。いらない子かな？パレット、本当に。パレットいらない子、いらない子っぽい。二重パレットってなんだ？ちょっと無駄遣いしちゃった。無駄遣いしちゃったよ。もう冷蔵パレットが欲しい。死体安置だな。ちょ、全部作るか。な？これ全部作ろうぜ。後々。じゃあちょ、作業しようかな、作業。さ、物を売りに来たよ。もう、常に銀貨45を持ってるってやばいね。ここでガッツリ、今回ちょっとね、ワインがだいぶ余ったから、ちょっと一気に、これ1個で、銀 1.39 なのよ。10個売ると、あー、でもまあまあ、許容範囲っちゃ許容範囲か、安くはなっちゃうけどね。いや、だいぶワインがちょっと多いのよ。ワイン、うわ、これもったいないな。10個ぐらいにしよっか？ 10 個でこうでしょ？いやー、ちょっときついなぁ。10個までは、1個70ぐらい。ほんとは90だけど。で、こっからよ。こっからの増え具合がちょっときついなぁ。いやでも余ってるからね、売っちゃおう。ちょっともったいないな。これでやばいな。金貨までもうすぐだな。そうそう、そろそろこいつも話聞いてくれるんじゃないの？まだだな。さあ、まだ終わんないよ。まだ終わんないし、ちょっとメインストーリーもあるよ、こっから。商人な。まずは売るのよ。この金のワインをね。たけら、お、やべえな。やばいな、金が有り余ってんな。で、あ、これ、ぶどうの銅の種は、今ね、ぶどう畑もちょっとパンパンでね、できないのよね。パンパンっていうか、時間が足りなくてできないのよね。あっこもゾンビを使えればいいんだけどね。まあまあ、4個ずつぐらい買っとくか。銅はいらないかな。そんなことないでしょ。4個ずつぐらい買っとこう。これでいこう。今なんか売れなかったか、俺。他に。あ、種か。じゃあ、これを。交易資格を手に入れたよ。銀貨50枚払ってね。よし、ではビジネスと行こう。私のコネと君の努力が組み合わされば、私たちの大富豪。あ、読めなかった。我々の事務所はこの農屋、おお、まさか入れるのか。まるでベンチャー企業。現実、おお、入れた。パレットを置こう。そして、牛の前に、私は物品の入った木箱を持っている。
木箱、そうとも一大事業なんだ。全員はしっかり梱包しなければならない。現実味が、現実的な話になっていったね。君は手先が器用だし、墓場の近くには作業場があったはずだ。君ならしっかりとした木箱に詰め込んでいけるはず。ところで我々の交易資格だがね、あれを使えば何だって売ることができる。どんな品物でも。何も野菜だけでなくてもいい。ただ、ここのところ、食料難で価格が高騰しているのも事実。まあ、安い労働力が手に入るのなら、他の品物でも利益は出る。野菜がいいんだね。食べ物。そうだな。まずは木箱を毎週1個売るところから始めよう。そんな大変なことにならないはず。だが今の私たちは無名だ。マーケティングにも投資しなければならない。そして初の販売実績も必要になる。なんだこれ、なんか、経営シミュレーションみたいな感じになってきた。というわけで我が社って言い出したこいつ。2つの主目標ができた。まず我が社のレベル3以上まで上げる。そうすれば木箱を毎週3個倍。ああ、1個しか売れないってことね、最初は。次に最初の木箱7個を売ること。7週ね。結構長いな。これら目標を達成できれば私も鼻が高い。いろいろ聞いてみましょうか。我が社も流しられてきた。商品が売れたよ。オッケーオッケー。じゃあ、どうすればいいんだ？確実この上ない従来の方法を使う。私たちの事業を広告するチラシを作って事務所の机の上に置いておく。机の上にチラシね。ふむ、私の世界では有名人を使って売り上げを伸ばしたりしていた。素晴らしいアイデアだな。使えそうだ。ミスチャームに我が社を宣伝してくれるか聞いてみてくれ。教会で取り行っている私の儀式でも、太陽の儀式でも会社の宣伝ができると。いい考えだ。さすが私のパートナーとして適任だと思った人間なだけある。なるほどね。チラシとミスチャームと、まあ、説教は勝手に行ってくれるか。ちょっと、木箱重いな。一体どうやって運べばいいんだろう。一番の方法は、道沿いに運んでいくこと。でももう一つ方法があるかもしれない。確か保管庫の部屋は教会の地下につながっていた。ほう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 。あ、ここ、地下につながるところかな。なるほど。でも私ではあそこに降りて調べるには大柄すぎる。ふむ、この木箱はトンネル経由で動かせそう。だが木箱を乗せるためのエレベーターがいる。どうすればいいんだろう。仕事の話。地下のあれもなんとかしないといけないね。木箱ってどうやって作るんだろうね。パレット。とりあえず今はパレットを多分1個でいいはず。チラシを10枚持ってくる。あ、こっから降りられるんだ。へぇー。ここ繋がってるってことね。で、なんか、エレベーター的な自動で送る機能をどうにかして作ればいいってことか。OK です。じゃあ、こいつあれかな？この日しか来ないのかな？結局。じゃあ、とりあえず、鍛冶屋からね、あと金をむさぼりに行こうかなと思います。最後ね、今日も、あ、でも今日釘とか少なかったかな？あんまり持ってきてなかったような気もする。今ちょっと釘不足。じゃあちょっと買い、あ、鋼鉄インゴットがあるんだよ。複雑な鉄部品。結構バカになんないね。鉄インゴット。単純な鉄部品。お前の金をむさぼるぜ。あ、銀インゴットは持ってきてないな。オッケー。おお、近いね。100も近い。100なったら金貨かな。オッケーです。どうしようかな。じゃあ一回戻って、って感じだな。夜まで待てないな。羊飼いってなんか初めてじゃない？ろくなもん売ってないな。廃棄物とピートだって。いらねえな。棒買っとくか。意外とこれ買えるのは結構便利だよ。
いた！こいつを探してた。そうそうそう、なんかね、右上の砦のとこ、砦っぽいとこで、コーコルが夜出歩いてるっていうのが前の配信か動画であったと思うんだけど、まあ、確かスネークに言われてたのよね。で、この首飾り。あなたの主人である指揮官が最近首飾りを買ったと聞いたんだ。それを私のところまで持ってきてくれれば、その分のお礼を支払うよ。我が主が首飾りなど、そんなくだらんものを買うはずがない。だが若様、指揮官殿の息子ならば、あるいは。だがあの者は、数年前にこの場所を去っているから。どうやら首飾りは見つけられそうにないな。どうすればいいんだろう。あ、スネークにまた会いに行けばいいってことかな。なんか意外と強そうなもん持ってんね。鋼の剣。宝飾ダマスカスソード？ちょっと待ってくれ。あ、これ買えねえよな。高いよな、そりゃ。えぐいぐらい高いな。これでも作れれば、相当な金になりそうな気がする。相当いい金になりそうな気がする。もし作れれば。多分作れるよね。作れないやつあるのかな？今の中に。あ、作れるよな、やっぱり。欲しいな、買いたいな。買いたいけど、鋼の鎧ぐらいはもうすぐ作れそうだもんね。OK、じゃあもう、ちょうどよく今日スネークの日じゃねえか。ちょうどいいな。ちょうど、転移石も、いい具合に溜まってきてる。これで帰ろう。我が家へ。我が家でいいんだよな。よしよし。いるかな？もうスネーク。スネークちゃんは。愛しのスネークちゃんは、いるのかな？素晴らしい。首飾りのこと。どうすればいいの？これ。やばい、全然わかんない。ミスチャームに会いに行けばいいのかな？はーい、麦をね、ちょっと売りに行きました。おそらくこいつに売っていけばステージが上がっていくんじゃないかなと。思い、どうなんでしょうね。これ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。相当売らないといけん。あ、上がってんじゃん！ホップ買えんじゃん！もう売らなくていいんだ。小麦を、麦を。ホップがあるじゃん、ホップが。何個いった？これ。とりあえず8個買っとくか。これでビールが作れるはず。いや。ちょっと待て。ちょっと待て。違うな。金のビールだったよな、確か。銀、あ、ごめんなさい。音楽消えた。いや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 。金のビールを10個。じゃ、これ、銅のホップじゃ多分ダメだけど、あ、でもどっちにしろ、作って売ればいいのか。これも買っとくか。で、これを、これに、肥料を使っていくのよ。肥料を使っていくことにより、上がるんじゃないか。種の質が。全部買おう。見て。俺、金貨1枚になってる。いや、銀貨100枚で金が1になるんだ。だいぶちょっと金持ちになっていったね。ということでね、あと、玉ねぎもじゃあ買いに行こうか、ついでに。ここまで来たし。玉ねぎも、金のハンバーガーを作んなくちゃいけないから。おー、働いてるね。お前が働いてるの初めて見たかもしれない。言われたことをやっとかないと父ちゃんにすげえ怒られるんだと。頑張れ。頑張れ、バカ息子。で、こいつはな、玉ねぎの種を買おう。かぼちゃ。かぼちゃいらないんだよ。とりあえず、銀の玉ねぎだけでいいかな。銀の玉ねぎの種を、まあ、限界まで買って、また来よう、これは。これをちょっと植えるところから、次回やっていきましょうか。肉入りパック1個ぐらい。
途中まで作って寝ると。よーし、じゃあここら辺で終わろうかな。終わり。